見てリミちゃん、めっちゃカラフルなカバンがある。ママかわいい。夏だからね。本当に思ってる。すごーい。これしーちゃん憧れんでしょ。これ前欲しいって言ってたよね、ベッドに。言ってた。可愛くない？可愛いけどね。本当だ、光るんだね。すごい。これ別売りじゃない？光るのは違う、ついてんのか。でもいや別売りだと思う。だよねきっとね。すごい。しーちゃん欲しいって言ってた。でもね、今のベッドだと天井から近すぎちゃうから無理なんだよね。そうなの。だから諦めたんだよね。諦めた。今のみたいなやつだとそうね、いけるけど、ね、綺麗なんだろうけど、うん、しょうがない。しょうがないね。んこのあの何これ？んそうそうそう、これ我が家に必要な、ママが好きな。ママよく使ってるよね。そう、ママが必要なのはね、うん、どれだっけ。なんか、あ、一番左のやつかな。これね、あの2つ入ってるやつ。そうそう、このグレーとさ白のセットのやつだね。これか、これだよね。これこれだね。これセット、これにします。これね、これ、これを買います。あるよね、いいね。そう、これがいいの。よし、じゃあ買います。あ、アップいらなくなるって。これテレビで見た。これね、ここね、安いし。確かに使いますよね。でっかいのはない。でっかいのがないのね。ちっちゃいやつオンリーってこと。お、できたできた。できた。できた。すごいすごい。すごいね。ラップイラストね。ラップにさよならって書いてある。ラップさよなら。SDGs。ね、コップとかが、コップとかにやるやつなんだね、うん、ね、いいね、うん、プロデュースバスケット、うん、なんかこう、部屋に何か置きたい時に観葉植物。あ、観葉植物入れにもいいんだね。かわいい。かわいい。いいね、おしゃれな感じ。めっちゃおしゃれ、ね、このコップかわいくない？なんかおしゃれだね。これあったかいのも飲めるやつ。かわいいね、くつろいでる感じ、うん、ソファーにもなるし、ベッドになるし、うん、すごいね。かわいい感じ。これにこういうのに、うん、さっきのレース、あー、つけたい願望ね。つけたいの。でもそれやっちゃうと本当今の部屋じゃさ、まあ、狭くなるよね。かわいい。かわいいね。この木のティッシュケース、これ。買ったの。え、でもね。すごい、綺麗。こういうの見に行ったら、こういうのいいよね。広さがないとね、置けないけどね、なかなかね。そう。もう全てにおいてさ、家が広くないとダメだよね。今の家より広い家なんかあるの？そう、あるでしょ。それはいっぱいあるでしょ。うちより値段これだよ。そうだよね。これ持ってれば広い家に住める。これ持ってれば広い家。え、そんな現実的なこと言うの。いやでもこれを持ってたとしてもさ、うん、この家に全部行っちゃったらさ。そう、だからすごい持ってないとダメなんじゃない？家に費やしても普通に生活できるぐらいのさ、うん、億万長者。億万長者。サメいるじゃん。最近流行ってる。流行ってるよねこれね。最近流行ってる。SNS で流行ってます。これをさ、壁とかでさ、そうそうそう、しゃがんでさ、一緒にさ、椅子に座らせたりするんでしょ。え、これサメでしょ。サメだよ。だよね。かわいいけどね。結構値段するんだね。2000円。背景にクマ。ちょっと怖いこの。ちょっと怖いよねこのクマさん。確かに。疲れてるクマ。ね、目がね。好きそう。これにさ、うん、こう
何入れんの？ケーキ作りたいの。美味しそう。これでティラミスとか作る。ああ、そうね。こういうのないからさ。うん、ミミちゃんもこれにハマってる。あ、これうちにある包丁。まだ使ってます。リミの使ってるの、これ、うん、そうだよ。なかなかいい、うん、なかなかいいかも、うん、でもハゲてきちゃったけど、ちょっと、うん、家族みんなでこれにしよう。大きいよね、やっぱちゃん、うん、じゃあ2つ買っとこう、うん、2つ買っとこう、うん、これ2つで買います。はい、じゃあしまって、しーちゃん、うん、ここに入れます。はいはいはい、はい、なにこれ、飲み物入ってる、入ってんの、ほんとだ、飲み物か、へぇ、繰り返し行けそうだ、ブルービーだって、うん、こっちはリンゴ用なし、うん、一応おしゃれじゃない、ん、おしゃれじゃない、おしゃれ、いいね、おしゃれだ、ほんとおしゃれいい、え？可愛いけどなんか大変そうだね、扱いが。甘いな、そう。コーラ、炭酸はこういうのダメだよね、密封容器は。カフェオレ。カフェオレこんなでっかいのに入れて飲むの？どんだけ牛乳使うのって感じだな。こういうのはやっぱ水とかだよね。レモン水とかさ。上。上じゃない、上じゃん。結構ふわふわ、ピンク、これだったら部屋に合いそうだ、合うよね、うん、それに座る、直じゃなくて、こういう素材リンク、そうなの、なんでその音や、あ、音か、じゃあそれ買いますか、はい、1個でいっか、1個でいっか、はい、じゃあ入れてください、はい、帰ったら掃除したくなってくるよね、こういうとこ見る、そうね、綺麗だからね、部屋の汚さがさ、改めてね、改めてね、あれだよね、感じるよね、でっかい、でかでっかいクッションってことね、こういう素材、あー柔らかい感じ、あーそうなんだ、これうちにあるよね、うん、しーちゃんのソファーにかかってる、洗濯出しちゃって今どこにあるか、あ、まだ洗濯してない、洗濯、もう雨でさ全然洗濯がはかどらんよ、こういうの憧れない、あ、こういうのね、憧れるね、こういう照明ね、かっこいいよ、かっこいいね、こういうモール型も憧れる、あー、なるほどね、このドームほんとかわいい1個あるとだいぶ違うかな、雰囲気がね、おしゃれになってる、そうね、おシャンティーに、おシャンティーに、かわいくない、かわいい、鼻の照明、あ、かわいい、かわいいね、下から見るとこんなになるのか、すごいすごい、何これ、いろんな、あ、電球によってお花の色が変わるってことでしょ、かわいい、かわいい電気、これ、うん、この白いやつ、かわいい、かわいい、どれだ、あ、これか、これか、これですね、こうさ、もう壁にこう飾るの、まあね、そうね、
可愛いやね。今流行ってる。流行ってんのこれ。こういうの。流行ってない。わからない。流行ってんのかい。これ可愛いよね。そう、今見てたらね、これ可愛いかなって、色合いがなんか黒白で。そうそう、これ壁に飾ったら可愛いのかなと思って。そう、ね、ちょっとこれじゃ壁飾ってわかんないけど、はい、うん、これにしましょうか。はい、しましょう。はい、はい、これ自体を壁に飾るってこと？壁にこう飾るの。ああ、よくない？あり。ありでね。ああ、やって全部壁でもいいと思うね。でもそれ飾れるか、後ろに。ああ、一応あるっちゃう。一個？二個？なんか1個？ママの部屋にも飾る？いや、ママいらない。あ、バランス的に一個でいい？二個ぐらい。二個？二個さ？うん。あ、壁に。ああ、そうするじゃん。それじゃない？うん。じゃあそうしよっか。かわいいです。入るかな？よし、オッケー。いっぱいになった。リミちゃんはこれ何？カレー。ミートボール。ミートボールカレー。これも？牛肉。牛肉カレー。ママはこれディナーセットと。牛じゃないカレー。牛じゃない。豚じゃないカレー。カレー。しーちゃんはなんとパンケーキ。絶対こういう甘いもん来るよね、しーちゃんね。見てください、このメニュー、やばくない？これとこれ、みんな絶対びっくりするよね。これ、そう、これ夜ご飯だよ。本当甘いの大好きだよね。まあいいんだけど、ね、これ季節なの、抹茶。そうそう、これね、タワーパンケーキ。タワーパンケーキ、これが今日のメニュー。しーちゃん抹茶好きだったっけ？抹茶ね、食べれるんだよね、食べれるよ、普通に。一応ね、うん、一応写真撮るの。撮れた？ちょっと待って、ね、うん、おー、いいっすね。じゃあ食べましょう。食べますか。はい。